あの、そこまでして手伝ってもらわなくても。気だってば。さあ、行こう。ついてきて。いらっしゃいませ。苦手なもんは苦手なまま逃げがちじゃないですか。私も逃げてるよ。向き合ってると思いますよ。俺から見たら十分に。違うよ、コウシ君。それは君があの時私の逃げを許してくれたからだよ。こうやって怪獣したんだ。不純よ、スーピーハー。アテナさん、前。え、あっと、鼻血なんて。姉貴、俺が急がせたから。大丈夫、行かなくてもアイスは溶けないって。ぶつかってすみませんでした。じゃあ、怒ってる。そりゃそうだよな。男が苦手でそっとしそうになってる人をよりにもよって。俵担ぎですね。じゃなくて姉貴って呼んでみて。はい。だからもう一回呼んでみてくれないかな。もう一回。姉貴。別の言い方で。そんな感じなの。なんか込み上げてくる。アテナさんって呼んで。姉貴。さっきはありがとう、守ってくれて。お礼に何かあったら私が君を守るから。これからは。え、ヒヒヒ。